みなさん、こんにちは。アーツコストロンゲストです。今回ご紹介する本は。はい、こちらです。訳あって絶滅しました。えっと、監修者が今泉忠明さん。えっと、著者が。えっと、丸山。えー、隆え、さんですね。でも、この本ですね。もう題名だけで、あ、絶対面白そうだなと思って、あの、すぐ読んだんですね。 でまああの絶滅するのにはいろいろまあ理由があるわけなんですけれどもなかなかこう理由が振るってたりするんですね。でまあ例えばあの恐竜とかはもう絶滅してしまってるわけですけれどもあとですね、まあ、この本の面白いところは「あの絶滅しそうでしていない」というあの動物も載ってるんですね。 でなぜ絶滅していないかということもあの面白おかしくまあ、書いてますもうですねあのー、まあ本当は子供向けの本みたいなんですけれどももう大人の人でも絶対面白いと思いますので皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思いますはい今回もご覧いただきましてありがとうございましたまたですね面白そうな本がありましたらこちらでご紹介しますので次もぜひ見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします。